カズマでございます。本日もやっていきましょう。スプラトゥーンですね。ちょっとやべえ、ラグがすごい。ラッティングがやばい。ラッティングがこうしてくれるよね。これラグ治って、あ、治ってたかな。あー、だいぶ治ってた。まあ、いや、ここまでやってきたんですけど、最後やね、2つか、あと2つ探したいと思いますんですが、どこにあるか全く分かっていません。はい、もう多分ここら辺じゃないんだろうね。ってことは、あと探してないのはどっちか。探してないところはね、とりあえず手当たり次第に塗っていけばなんとかなるんですよ。まあ、いざとなったらね、Google がありますね、私の Google が。あっち関係ねえよな。よし、時間の無駄になりそうだ。よし、ググろう。ググろう。よし、ググっちまおうぜ。もういろんなもん起動してるから、ちょっと起動が、グーグルの起動が遅いな。ちげえ、こうぜ。了解いたしました。ちょっと待ってくださいね。パソコンの整理をしないとね、やばいんですよ。カグ付きがね、ちょっとひどいので。こんなもんかな。 OK、まあ、場所は大体わかりました。今俺がいるここら辺にね、もう一個があるみたいなんで、もう多分これ上のところだろうね。ってことは上のところということは多分何かを利用しないといけないんだけど、それを利用するのが何かわからない。とりあえず上に登っていこう。ピャーっとね、ピャーっと行こう。ここら辺だね。アッケン、すれ違いステージもいつかあなたとランデム。あぜ、あぜ、本当に暑いっすよね。もうエアコンとかしてるんですけどね。はい、行きましょう。何これ、なかったけどね。オッケー。ジャンプ。おお。ちょっと待って、今のなかった。なんかちょっとこれ、よいしょ、危ねえ。おお、するぜ。
よっしゃー、アーマーゲット。あぶね、レッツゴー。よいしょ、あぶね、よいしょー。どん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 、間に合いませんでした。そういうことね。なんか仕掛けがなんかだいぶすごくなってきたな。でも食っちゃったな。感心するわ、お前。さすがだ。ゲームを作ってくれるね、任天堂は。やっぱり素晴らしい。あ、俺は任天堂を信者というわけじゃないんですけど、ゲームは好きですね。この幼稚な感じが好きですね。これこそゲームだなと思ってます。ゲームはね、幼稚じゃないダメなんですよ。よいしょ、こうなるから。もうやだ、よいしょ。 OK、これ攻撃できるんですか。ぶんぬ、よいしょ。危ないんで、ちょっと一旦待機。よし、オッケー。からの、オッケー。はい、ゲット。まあ、いっちゃがり。ああ、つら。つら。孫悟空、俺に伝えることはもう何もない。その調子で頑張るんだぞ。おーっと。なんか遺言みたいなやつだね。あ、行けた。これになんかあれじゃない、勢いが捨てるんだけど落ちたね。あれどこだっけ。あー、こっちだな。オッケー、やりました。インクレールの摩天楼、綱渡りだよ、人生は。みんなやつやだよ。安定の突進者人生いきたいね。うん、ね、ね、ってなんだけど。お、いいね、俺この曲好きだよ。いや、スプラトゥーンだったら俺この曲かな、個人的に。スプラトゥーンで俺個人的に俺が一番好きかな。ドゥル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 。オッケー。ドゥルお、すぐ来るのか。いいね、ガボガボですよ。
まだか。あー、了解了解、なるほどなるほど。オッケー、こんな感じか。あー、はい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 。塗るんじゃなくて混ざっていくんだ。やったう、ゲッツ。よいしょ。危ねえ。あー、やべえ、ミスった。地味になんか強い。よし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 。シャット。ドゥルドゥル。いや、この曲いいね。マジでかっこいい。よし。リズミカルにね。はい、終了。インクルールのモダンド、つながりたいだよ、人生は。だそうです。終わりました。なにこれ。海面上昇により、上昇ってなんだよね。地上の生物は生きたい、誰もいなくなった大地で、大地に。イカの先祖はその10本の足を踏み入れる。こうして軟体性器は幕を開ける。意味がわからんわ。ということなの。おー、ボス登場でございます。どっから行けるの、全くわからない。落ちます。もう落ちます。で、ここまでってことは俺が最初に見つけたあの場所に行けばいいということだな。めんどくさいな。もうやだ。ちょ待って、マジめんどくせえ。オッケー。売り残る手段は、あ、当たった。あ、もう死ぬ。ごずれんでしょ、ごずれ。あ、むずい。それない、それはない、それはない、それはない。よいしょ。これはハマる。タコツボボウ。3のボスで。なんかこれ知ってる。これは見たことがある。全部あれなんだな。うん、見たことがある、これ。
口？かなのことしましょうか。弱点という弱点はあるんでしょうか。え、待って、ごめん、わかんない。なに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 やったんや、あれ。違うのか。あれ、なにあれ。弱点がわからん。どういうことだ。あ、違うんかい。ちょっと待って、わかんねえな。あれ、ちょっと転がしてなんかやるんかなと思ったけど違うんだ。どこ行ったんだあいつ。倒し方が皆無なんだが。うわ、やべ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 。待って、分かんないぞ。俺どうやったんすか。余計な精一杯じゃねえか。わからねえ、なんだあいつ。あ、俺これ終わった。ちょ待って、わかんねえ。なんだろう、倒し方が。下やるでもない、でも接近しすぎるとスプルテンやられてしまう。何倒すんだあれ。皆さんもちんちん一緒に考えてくださいよ。他力本願。皆さんはどうだと思います？どうやって倒すと思います？これ正面はダメ。でも口の中のやつは多分ね、なんかをやった後にあの多分口のね、あれを倒すのと思うんですよ。弱点らしさってマジか。これはまあ後なんだろうね。だから先になんか転がすとか何かしないとダメなんだろうけど、違うな、避けてもダメだな。何がしたいんだ。あ、やべ、インクルーション逃げろ。ちょっと投げ込んでみるか。ダメだ、違う。ほどな、こんなん知るか。避けといて、で何回か避けたらあいつが勝手にはまるから、それで倒すんだ。あ、え、嘘、何これ。だからこの間に逃げ道作っとこう。どうせ効かねえんだから。俺の攻撃がいい。イエー、ハマった。よいしょー、いいぞいいぞいいぞ。なんかぶっ壊れた。あ、なんか濡れない場所出てきた。やばい、なんか濡れない場所出てきた。だるい、だるい、だるい、だるい。濡れない場所出てきた、だるい。
チェイスボムだな、マジチェイスボム。3発倒したらね、どれかにあるの。うーら、オッケー、やったねー、やったねー、もらっといて、はい、オッケー。これがハマる、タコスボボール、ハマるって。もう、あー、なるほど、そういうことか。もう、ヒントは書いてあったんだな。あっぱれじゃ3号よ。しかし、このツンとくる嫌な感じは、あやつか。ちょっくら様子を見てくるぞ。そういや、まだ1号と2号にはアットラン、アットランなんだが、なにこれ。なんでかなんかもう、つぶれてわかんない。なんで合わせてやるから、チートマットへ。みんな集まったら、わしの、特製のおはぎでパーティーじゃん。ギギルルおろしをギギ当たり目発見ちょギギやめんか。うわーギギ当たり目捕まえた、邪魔させない。とうとうちょっと怪しくなってまいりましたね。はい、タコ用秘策戦術兵器設計技術者カブリア武器の際ハイカラシティ V ヤベス HF カブリアームス、新しい武器だね。いやー、これからどうなっていくのか全く謎ですね。はい、続いてはどっちだっけ。明日はどっちだ。これ見て明日のジョーだって突っ込んでくれた人なかなかいないと思うな。明日のジョーはね、見てたな、親父が好きだったんですよね。その影響で見てました。あぶねえって、落ちるって落ちるって、もう、あやだるシムだわ。どっち行くんだっけ。嫌い、もうやだ、あぶねえ。あ、違ったし、マルキューメ。もうちょっと早かったし。あ、こっちこっちからの、あれどういくんだっけ。あれ、あれがどっち方面になるかわかんないよ。もう道に迷ったし、あった。わからんつ、わからんがんつ。とう。オッケー。はい。到着。
仕掛けがあるね、ここ。また帽子のとこでやめるんですけど、もっとし。はい、とまあ今回は、この辺でやめておこうかなと思います。それでは次回またやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。